競技1年男子 100m の決勝です。第1レーン長谷川匠君、八幡南。第2レーン宮崎瑠香君、山田。第3レーン濁川優君、小中台。第4レーン山崎真央君、成田西。第5レーン永井大道君、専修大松戸。第6レーン内山清春君、八幡南。第7レーン春名一太君、お弓の南。第8レーン北奥玲二君、川間。以上の8名によりまして1年男子 100m は決勝です。ただいまスターターリコーラー出発係が集まって確認をしております。バックスタンド側女子の棒高跳び、近田さん、麗南が3メートル10を一発でクリア、すでに優勝を決めています。ちなみに3メートル10は大会タイ記録、3メートル15、次をクリアすれば大会新記録の樹立です。ただいまのは不正スタートではありませんが、スタート合図前にきちんと静止しなかったのでスタートをやり直します。今度はきれいにスタートいたしました。1年男子 100m 決勝。第3レーンは小中台の濁川君。6レーンは八幡南内山君。レーナーの近田さん、大会新記録への挑戦です。